どうも、ヌネです。ルルガのアトリエ、アーランドの錬金術師4、続きを遊んでいきたいと思います。よいしょっと。ヤッホーエヴァ。今日も忙しそうだね。わ、ルルーちゃん、こんにちは。確かに今日はちょっと忙しいかな。やることが溜まっちゃってて。あ、ごめんね。私が最初に連れ回してるから。ううん、そんなことないよ。ルルアちゃんのせいじゃないから気にしないで。それにみんなも手伝ってくれるはずだから。アルフ、レネ、ダース。おお、どうしたんだエファネちゃん。お仕事のお手伝い？それなら任せといてよ。頑張るよ。ありがとう。じゃあ手分けしてこれを。いやはや、エーファには頭が上がらないよ。あ、先生、前よりも働き者になってるもんね。私が頼りないのもあって、とてもよく働いてくれている。まるで育児院の母親のようだね。先生、お姉さんです。いや、優しくみんなを見守る姿はお姉さんというよりお母さん。お姉さんです。はい、わかりました。お姉さんですね、お姉さん。怖い。レノン先生もエーファにはかなわないんだね。もう怖くなんてないってば。さてと、もうそろそろご飯の支度をしなくっちゃ。みんな、今日のご飯はカレーだよ。だからご飯まで頑張ろう。はーい。ちゃっかりルルアちゃんまで返事してる。あっちゃ、バレたか。だってカレーは見逃すわけにはいかないもん。私も仕事手伝うからさ、ね、カレー食べさせて。もちろんだよ。じゃあルルアちゃんには。よっぽどこの育児院のカレーが美味しいんだろうね。いらっしゃい。どれ？てかこのスパイスが多分すごいいい味を出すんだと思うんだよな。目的地はどこだ？このね、新たにリドル解読したところじゃないね、こっちだね。行ってみようか。木の根っこで転ぶから足元注意。って、私だけ？もうミドルプリン。私も頑張る。何気にレベル高いぞ。オーバルレイヤー。おー、攻撃防御を上げてブレイク状態解除。タラクトに叩き目かける。これはどう？
単体物理特性で非属性ダメじゃない、やってみようか。これは痛いよ。レアドロップきた。敵が落ちてきた。何気に HP とレベル高い。ブレイクスロープラインウィンド。あ、範囲に入ってない。回復しとこうかな。レベル上がるの早い。また強くなったわ。強くなりました。えいえいえい、私も頑張る。止めてみろ。何使おうかな。MP 回復。攻撃が結構痛いね。お、解読可能が。開けゴマ。お、スチーム鉱石。
あとは魚でも取ってみようか。向こうに箱があるな。燃える土。爆弾を。何が釣れるかな。やり。大物来い来い。やり。ああ珍しい。フレインソーのレア。品質が高いやつかな。予定表に魚じゃなくて この辺全然出てこないよな。できたみたい。でもまだまだ頑張るよ。竹が拾えた。あーいい天気だね。さて目的地はどこだ。新しい場所ではないんだな。どこでも同じだが、解読。応用編が出てきた。では、おお、やっぱそうだ。レヘルンと ドナストーンかな。ああ、合言葉ね。うん。たーる。これは地球儀。王国の鉱山。あーこれでアールズ国有鉱山に行けるようになると。タールだな。そういうことか。キーワードはいけ。さてと考えをまとめて。余計の衣スキル。考えを認めて。解読完了。インタラプトスキル習得。へえ。戦闘中にインタラプトスキルが解禁されました。インタラプト発動時に発生するスキル。おお。効果はキャラクターごとに異なり、詳細は画面で確認することができると。さてと。とりあえず、またイベントがあるんだけど、酒場の方に先に行きます。
報告していい？いやこれ品質最寄りの森、バルト国有鉱山。うん。フェルスガラクセン入り口。あ、フェルスガラクセンのやつか、これ。フェルスガラクセン行ってこよう。発生しますな。どうレフレ、今日はいいお魚が入ったからお魚料理にしたんだけど。うん、とっても美味しいよ。ありがとう。リーザね、お腹すいた。お、レフレ、いいもの食べてるじゃない。あ、レフレさん、こんにちは。はい、こんにちは。うんうん、お魚料理か。リーザ姉が作ったの？うん、そう。可愛い妹のために頑張って腕を振っちゃった。やっぱり姉妹だった。そっかそっか。しかし二人ともすごいよね。リーザ姉もレフレも姉妹でお店を持っちゃってさ。ああ、それは家の事情とかいろいろありまして。確かにそれはあるけど、レフレはよく頑張ってると思うな。一人で仕入れをしてお店にも立って。お姉ちゃん鼻が高いぞ。えらいえらい。本当に二人は仲良しだね。まあそれは置いといて、リーザね、私にもレフレと同じものをお願いします。
かくだし、私も一緒にいただこうかな。リーザ姉の分は見るだけでお腹いっぱいになっちゃいそう。でも一緒に食べた方が。私帰る。ごちそうさま。あれ、レフレ、どうしたんだろう。お腹いっぱいになっちゃったのかしら。とりあえずルルアちゃんの分を作っちゃうね。うん、お願い。行き先はと。とりあえず遺跡の方行ってみようか。で倒せる。お、暗くなってきた。アトリエに戻った方がいいかもね。私も頑張る。道具を使うよ。私たちの勝ちだね。よし、これで倒し終わったね。すごい神秘的な材料だ。すごいことに使えそう。では樽って外にないのかな。全然これ調べられないもんな。に戻りましょう。よし、出かけよう。ハムとチーズと。お、ケーナさんが鼻歌歌ってる。ご機嫌みたいですね。あ、ルルアさん、聞かれてましたか。ええ、バッチリ。ハムとチーズで何を作るんですか。サンドイッチのことを思い浮かべていました。サンドイッチ、美味しそう。ええ、実は今度ピクニックに行こうと思いまして。昔メルルと一緒によく行ったんですよ。ハムとチーズとキノコのサンドイッチを持って。キノコのサンドイッチ、うわ、食べてみたい。なら一つお願いなのですが、ルルアさん、キノコを持ってきていただけませんか。もしお願いを聞いてくれたなら、キノコのサンドイッチお作りしますよ。おわ、やる、やります。キノコのサンドイッチ食べたいですもん。待っててくださいね、ケイナさん。お急ぎで持ってきますから。はい、よろしくお願いします。納品。これで。ケイナさん、キノ
けあればたくさんサンドイッチが作れますね。よかったよかった。ところでケイナさんってキノコお好きなんですか？サンドイッチにキノコを挟んじゃうくらい。あ、キノコが好きなのは私ではなくてメルルです。メルルは本当にキノコに目がなくて、集めるのも食べるのも大好きなんです。なるほどなるほど、私のカレーみたいなものですね。かもしれませんね。さてと、ルルアさん、これからサンドイッチ作りでもいかがですか？その後一緒にピクニックを楽しみましょう。え、いいんですか？ケイナさんお仕事があるんじゃ。一日くらいなら大丈夫です。ここには優秀な方が多いですから。それにメルルの好物をルルワさんにも味わっていただきたいですからね。ケイナさん、はい、ぜひよろしくお願いします。では行きましょうか。楽しいピクニックにしましょうね。夜中ピクニックに行ったような感じになってるけど大丈夫？こちら。高原、とりあえずこれで結構お金も貯まったな。よいしょっと。さて、どこに行く？あ、こっち側取り入れちゃった。黄色クマの魔物？神の力宿るオブジェ。これはあれ？すごい見たことあるぞ。ちょっと今合成できるものを作っていこうかな。どうしても火が入っちゃうな、これ。破壊力増加は入れたいね。これはバストプラプト中ってなんだろう。これでいけそうかな。
雷ダメージ周囲にするかにしようかな。中和台2つ入れられるんか。大きな破壊力。土ダメージ増やしたいんだったら地球儀入れるか。これでいいかな。これでぐるぐる混ぜて完成。特性はどれにしよう。こんな感じ。わあ、一段落。どれを作ろうか。ビビッとくるのは何を。これはフラムか。フラム作って。反転できないか。燃える土が必要なんだ。こんな感じで大丈夫。これでぐるぐる混ぜて。できた。特性はどれにしよう。これでいいかな。わあ、一段落。できた。葉っぱ用フラム。これさえあればどんな岩もドッカンだね。どんな岩の？そんなに強力なの？さすがにどんな岩もオーバー言い過ぎだけど、ある程度頑丈な岩も壊せると思うよ。装備して使用することで岩や水晶を破壊することができるようになります。作れるものは何かあるかな。どれがいいかな。
して、探索装備か。こんな感じで行こうか。よし、出かけよう。ルルアさん、今よりももっと難しい依頼を受けてみるつもりはありませんか？ルルアさんの実績なら十分なのですが、一応規則なので試験となる依頼を発行しておきます。もしよろしければ挑戦してみてくださいね。よろしくお願いします。おう、どう？ B ランク進級試験、お化けのお家、モリス級、あとエントランス。これは難しい依頼です。腰を痛めた。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。